自分の母は課程論文発表の時のをします。で、ブラックホールエヴァポレーションインセミクラシカルアプローチということで、ヒントの沢山でフィジカルレベル D の73号の064024ページに載ってます。2006年です。で、これを書いた時は東京工業大学にいました。で、コンテンツですが、まあ、イントロダクションとして、QFT in Curved Space Time を話して、で、次にダイナミカルホライズンを話して、で、次にブラックホールの蒸発問題を話して、最後にコンクルーション&ディスカッションズで、まあ、締めたいと思っています。で、まずイントロダクションですが、モチベーションとして、まず、ブラックホールの質量が、ブラックホールマスが、まあ、ホーキング効果によってどのように減少していくのか、それを調べたかった。まあ、そういう研究が今までなかったので、調べたかったということです。で、これを調べるためにいろいろな3つのアイデアがあります。まず、これを本当に調べるためには、フィールドイクエーションというものを解かなきゃいけないんですが、そちら解くのは非常に大変でした。実は、4回偏微分方程式になっていて、通常の、まあ、現代の数学の力では、まあ、簡単に解くことができないような、方程式です。まあ、従って自分は、まあ、ダイナミカルホライズンイクエーションというものを使いました。で、それは、ブラックホールホライズンの表面上の情報だけを使えばいいわけです。なので、微分方程式がただの積分の方程式に変化するということが分かってます。それなのでそれを使いました。そして2番目にですが、もしドミナントエナジーコンディションを使えば、そのダイナミカルホライズン、まあアパレントホライズンと同じなんですが、まあ、その、ブラックホールのホライズンの半径が大きくなってしまうので、なので自分はエナジー、ネガティブエナジーという負のエネルギーを使いました。まあ、それぞれの導かれている、キャンデラスによってそれぞれの導かれているわけです。で、3番目に、で、ダイナミカルホライズンの方程式っていうのは、アインシュタイン方程式とは一致しないわけです。しかしそこを一致させるために、あえて、バイジャ計量というものをバックグラウンドに使いました。バイジャ計量を使えば、アインシュタイン方程式と、ダイナミカルホライズン方程式が合うようになってます。で、クアントムフィールドセオリーインカーブドスペースタイムですが、で、まず、スカラーフィールドがカーブドスペースタイムにあれば、粒子の生成が、バックグラウンドの変化によって粒子の生成が起こったり、ミラーが動くことによって、まあ、ミラーの動きと無限法のバウンダリーコンディションによって粒子が生成されたり、エネルギーが負になることが知られています。で、ここに書いてあるのが、ジェネラルアクションオブスカラーフィールドで、チェータが、コンフォーマルファクターで、M が質量で、R が立地転送で、で、ファイがまあスカラーフィールドになってて、そこに、G の2分の1という、G の2分の1乗という、まあ、この、曲がった軸の重みがついています。で、この、この、これがまあ、作用として、アクションとしてあって、その、変分から、まあ、このように、ストレスエナジーテンサーの、点差が導かれるようになります。まあ、ここはちょっとめんどくさい計算ですが、導かれます。で、この、まあ、アクションから、グリーンファンクションを求めることができて、これは主にブリル&デイビスに載っています。で、ホーキング効果ですが、ホーキング効果は、粒子の生成の、まあ、曲がった軸による粒子生成のその減少です。で、バックグラウンドは主にシバルシルトバックグラウンドの時に起こる現象で、
で、ヌルインフィニティにおいて、まあ、サーマルラディエーションが起こるということですね。まあ、ここに書いてあるように N イコール E の 8πm オメガ引く1分の1というふうになっていて、これがナンバー電子になっているわけですが、これがフューチャーヌルインフィニティにおいてのナンバー電子です。で、これは、まあ、ボーズ・アインシュタイン・ラディエーションになっています。で、これは、まあ、ホーキングによって、1975年に証明されました。で、ここのシャドウゾーンにおいては、まあ、粒子のエネルギーが負になっているということですね。まあ、主に、それは、負のエネルギーの粒子を吸い込んで、ブラックホールが縮むということを意味しています。で、ネガティブエナジーですが、実はエネルギーが負になることっていうのは、たまに物理学の世界ではあります。例えばカシミヤ効果ではよく知られています。まあ、カシミヤ効果の場合は、コンデンサー間に働く引力として理解されているわけです。で、ブラックホールのイベントホライズン近辺でも、エネルギーがネガティブになることが知られています。これはキャンデラスによって導かれたもので、まあ、しばらくすると、ブラックホールの中では、の近方では、のイベントホライズン近方ではこのように、ストレスエナジー転換がかけるんですが、はじめにマイナスがついているので、ネガティブエナジーになることが分かっています。で、もちろん、キャンデラスは、他に、電荷縛りシルトとカーブラックホールについても、似たような計算をしています。それで、フィールドイクエーションというものがあって、本来はこれを解かなければいけないわけです。で、もちろん、アクションから、グリーンファンクションが得られて、で、エナジー、モーメントム、タームが、まあ、バックグラウンドの、ジオメトリ、メトリックを使って書かれるわけです。で、それで、本来なら、このフィールドエクエーションというもの、この TAB のブランケットがついたもの、これを解かなきゃいけないわけです。要するに、時空が歪むことによって粒子が生成されて、その粒子の生成されることによって、さらに時空が歪むということですよね。それが、このバックリアクションも問題の重要なことで、それが非常に、まあ、難解と言えるものです。4回変微分法で出してきたので。で、しかし、この方程式は簡単に解くことはできない。まあ、解析的に簡単に解くことができないということです。で、右の、タームにはこの R2 乗とか RAB のタームがの変分が入っています。まあ、これはグリーン関数天下り的に書いたものです。そしてプレビアスエクスペクテーションズ&ニュメリカルシミュレーションシミュレーションですが、まずページによって、1976年に 4πr2 乗 m-4 乗が、だいたい m の -2 乗になるってことが分かりました。まあ、これはまあ、r も質量と同じだけの単位を持ってるんで、m の -2 乗になるんですが、まあ、これは本当に単純な仮定ですね。で、さらに、ソーキンとピランが2001年に、まあ、数値計算を行うことによって、まあ、このような結果を得ています。大体このページ数、ソーキン&ピランを見ると、左下から発生して、まあ、大きくなったり小さくなったりするのがわかります。まあ、で、そこで自分はダイナミカルホライズンというものを使いました。で、これ、ある程度自分が修正したバージョンです。で、ディフィニションですが、スムース3ディメンショナルスペースライク、or タイムライク、サブマニフォールド、H in a フェイカルシンメトリックスペースタイム is set to be a dynamical horizon
If it is forwarded by preferred family of two spheres such that on each leaf is the expansion CL of a null normal LA vanishes and the expansion CN of the other null normal NA is strictly negative。 これがちゃんとした定義なんですが、まあ、ここでボールド体になっているところ、タイムライクになっているところ、やタイスペーカリシミトリック、そこら辺が自分が修正したところです。まあ、図に書くとこのようになっていて、この R ハットが、ダイナミカルホライズンの方向に、ま、行くもので、で、タウハット A がそれに垂直なベクトルです。で、で、自分はタイムライクダイナミカルホライズンのことを言いましたが、スペースライクダイナミカルホライズンは、アシュテカ&クリシュナーによって2002年に、言われています。それを拡張したのが自分です。で、ダイナミカルホライズンイクエーション、デリベーションですが、で、簡単で、非常に簡単で、3プラス1分解と 2プラス1分解を使って、最終的にガウス・ボネット理論を使えばいいわけです。で、もしタイムライクのケースであれば、3プラス1と2プラス1の分解をちょっと変えればいいだけです。で、また、またフローですよね。その、ダイナミカルホライズンに入るまたフローですが、まあ、このように書くことができます。まあ、この、デルタ H というのは、そのダイナミカルホライズンの、体積であって、TAB がそのストレスエナジーテンサーで、タウは先ほど定義したもので、で、セータはそれに入っていくベクトルです。で、まず3プラス1分解から、ハミルトニアンコンストレイントとベクターコンストレイントを導くことができます。で、それによって、HS と HV はこのように書くことができます。これはよく知られた形式だと思っています。そして、この 3プラス1分解を先ほどの F マターの式に入れることによって、このように F マターは 16π G 分の1の積分の NR の HS プラス 2RA ハット HVA になると思います。なってます。で、さらにそれを書き出すとこのようになってます。で、ここで、今ここで PAB が出てきましたが、PAB は KAB-KQAB です。で、まあ、K はエクストリンスクカーバチャーですよね。で、さらにこの、サンジェン・ウリチスカ・ウラ・ R を2プラス1分解することによって R チルダというものが出てきて、この K チルダは2プラス1次元の2プラス1分解のエクストリンシック・カーバチャーです。で、ここで α A というものはタウと2次元の共変部分によって定義されているものです。で、さらにここで部分積分を行うことによって、このようになってます。で、ここで、ベータはこのような量です。で、さらに、2プラス1分解を入れることによって、3次元の、ストレスエナジーテンサーは、まず、ハミルトニアンコンストレイントとベクターコンストレイントに書いて、さらにこれが、このように長い式が書けます。そして、で、ガンマというものは、アルファ A、A プラスベータ、ベー A で、で、シータ L というのは、ヌルベクター L に対するヌルエクスパンションで、で、K-KAB、RA ハット、RB ハット、プラス、K チルダとなって、これはまあ、定義から0になるはずです。で、
で、エクストリンシックカーバチャーは今このように書くことができます。で、さらにここに2プラス1分解を入れることによって R チルダ引くシグマ AB シグマ AB 引く2セータ A セータ A プラスのようになります。ここでシグマはシアを意味しています。で、ここでセータ A はこのような行です。で、ストークスの理論とシータ L が0ということを使えば最終的にこのように F マターがこのように書くことができます。そしてマターフローエナジーの定義を使うことによってこのように書き下すことができます。先ほどのマターフローの式をですね。で、最初にガウスボンネの定義を使うと、R チルダの積分が分かるので、このような式になります。これが、ダイナミカルホライズンの式です。で、ここで右辺第2項はボンディエナジーの項で、で、もしこれが、軸が球対称ならば、ここは0になります。で、で、この R2 と R1 はダイナミカルホライズンの半径です。で、これによってダイナミカルホライズンの半径がどのように変化するかを分かるようになっています。で、主に自分の研究では球対称を扱うので右辺第2項は完全に無視して大丈夫なようになっています。で、ブラックホールエバポレーションプログラムに移りますが、まずバイジャー計量を使います。バイジャー計量はこのように書くことができて、で、これには、F と G には、ダイナミクスを持たせるように、以下のようなストレスエナジーテンサーが都合よく入っています。これはシュバルシスとブラックホールでも似たような、またフローを入れることができるんですが、この場合、今の場合は、簡単のためにバイジャー計量を使います。で、ここでの、ブラックホールマスは、ヌルダイレクション V にだけに依存しています。そして、R スターという、R アスタリスクというものも、シュバルシルト半径のように、このように定義します。で、そうすると、で、ここで、とりあえず A というものを、この R の R スター、アスタリスクとの微分で定義します。で、ここで、ぬる方向 V を T プラス R アスタリスクで定義します。で、バイジャー計量から、二つのぬるベクターが分かって、このようになってます。LA と NA になってます。ここで、ぬるベクターの長さを規格化しています。で、シュワルシュルト計量のように、バイジャー計量を扱うために、F と G をこのように設定します。すると、すなわち、ニルエクスパンションは、このように、シータ L とシータ N のように書くことができます。これは、エクスパンションの計算からできます。で、ここで F が0っていうのは、ダイナミカルホライズンのもう一個の、解でもあります。ザマスラ。で、シータ L が0ということから、2F-A が0になっていて、ここから、シータ N が、ストリクトリーネガティブということが分かって、で、A がこのように書くことができます。で、この微分方程式を解くことによって、ダイナミカルホライズンの半径は、2M プラス 2M-E マイナス V、パー 2m になってます。で、F が0の時は、ダイナミカルホライズン半径が
任務になっています。まあ、それはでも現在は緊急の対象外になっています。でもちろんシータ N の方をゼロにすることもできるんですが、その場合はシータ L がストリクトリーネガティブにならないという順なので、今の場合はシータ L をゼロにします。でこれによって T の T ハット L は、まあ、F と M を使ってこのように書くことができて、まあ、2分の5、括弧1プラス E マイナス V パワー 2M になっています。で、質量はまあ固定されています。まあ、積分の中では固定されています。で、ダイナミカル方程式は今このようになってて、左辺がその半径の変化の式で、右辺がまたフローの式です。で、これから、M2 が M1 のリミイコール M のリミットを取ることによって、ダイナミカルホライズン方程式はこのようになります。で、しかしながら、この方程式は解を持っていません。したがって、F イコール 2M が答えで、この場合は R イコール 2M と、それがダイナミカルホライズンの半径で、で、これは、アパレントホライズンの解析と一致して、イベントホライズンの答えと同じになっています。これは当然の結論ということですね。で、Taking account of Hawking effect って書いてありますが、Hawking効果の効果を考慮に入れるということです。で、Candidates の結果を使うと、T の TL が、まあ、このように書けます。そして、この T、TL の内部に入っている積分は、積分公式を使うことによって 15A4乗π4乗になります。それを使うことによって、t, t ハット l はこのように書くことができます。で、ダイナミカルホライズンイクエーションを書くことによって、まあ、こうなります。ここ、最終的に、ダイナミカルホライズン半径から質量への変数変換を行っています。そして、最終的にダイナミカルホライズン方程式を書くと、このようになっています。で、さらに、ここで、M2 が M1 に行く、で、M に行くリミットを取ると、このように結論が得られて、さらにこれをまとめると、M2 乗イコールの形になって、このように書くことができます。で、この、超関数が、まあ、主な結果です。で、この結果からブラックホールのマスが、どのように減少するか分かるようになっています。で、これは、まあ、数値計算によって、横軸がマイナス 2m 分の v で、縦軸が m です。で、これはまあ、中間的な結果でして、で、さらに、横軸を v にして、縦軸を m にすると、どのように、ブラックホールマスが減るか分かるようになっています。で、behavior of the limit ですけども、もし m が、非常に大きい場合、V は 2M ログ M みたいになって、M ドットはマイナスログ M 分の1になります。これはまあ、ページの結果とは、まあ、ページのまあ、直感的な予想とは違うわけですが、まあまあ、このようになっています。ただ、あまりにも M が大きいと、ダイナミカルホライズンの半径と、その、ネガティブエナジーの、結果が外れるので、これは仕方ないと思っています。で、M が0のとき、このときに一番近似が近いんですが、このとき V イコールマイナス 2AM になってて、このとき、いつ証明するかを決めるには、この1プラス EX-XEX を解かなければいけません。まあこれは結果的に指数積分関数になるんですが、まあこれも超関数ですよね。で、まあしかしながら、M が0になるときは、ブラックホールは量子化されているので、これも、まあ、極限ではあまり強く言えないことです。で、ペンローズダイアグラムですが、まあ、今では、これ予測で書いてたんですが、自分の研究によって、しばらく軸からフラットの軸へこのように行くことができて、イベントのライズンが消滅して、特定も消えるということが分かりました。下に書いてあるのが、しばらく
軸で、上の書いてるのがフラットな軸です。で、コンクルーション&ディスカッションですが、この研究によって、ブラックホールがどのように、ブラックホールの質量がどのように減っていくのかが分かったってことですね。あと、最終的にブラックホールは消滅するっていうことが分かって、で、最終的にミンコフスキー軸に移行するということが分かりました。で、またもっと厳密な解を使うことによって、まあ、もっと厳密な結果を得ることができます。で、もちろんこれは、ブラックホールサームダイナミクス、ブラックホールの熱力学にも応用できます。例えば、今までブラックホールの熱力学の第二法則、あるいはエントロピー増大の法則、それは、ブラックホールの表面積の増大を意味してたんですが、これによって、第二法則が崩れるということが分かったわけです。で、さらに、ブラックホールがもし凝縮されたら、ことを考えるっていうのは、我々の、まあ、これからやらなければならない研究になっています。では終わりです。